昔こんなオス猫がいた。どんな時も自分の考えを貫いていた。そのオス猫はある日、一匹のメス猫を愛した。オス猫はそのメス猫のために友を裏切り、自分の信念も裏切った。そして何もなくなった。メス猫への愛だけは真実だと思った。素敵じゃない、一途な恋。しかしオス猫はそのメス猫に殺された。どういうこと？この世に真実なんてどこにもないんだって話だ。さあもう寝ろ。どういうこと？その人は精一杯生きたんだと思うよ。どういうこと？ただの間抜けの話さ。例えが下手だよこの人。ちょっと分かんなかった。コーネちょっと待って、みんな分かった？どういうこと？今どういうことだったの今のは。